公明党の代表が15年ぶりの交代です。公明党がこれからも現場第一で生活者目線の政策実現、改革を大きく前に進めていこうではありませんか。公明党は山口代表に代わる新代表に石井前幹事長を正式に選出しました。また自民党の石破新総裁も来賓として出席し、一番つらい思いでいる人に自公政権は必ず分かってくれていると思ってもらえるよう全力を尽くしたいと強調しました。